息てる。そういえば体の痛みがないし、霊力も限界どころか、以前より多い。どうなってるの？何か当たったような。王家。ちょっと。王家。ねえ、嘘でしょ。嘘だ。こんなの。嘘だー。ねえ、起きてよ。目を開けてよ。こんなの嘘でしょ。なんで、なんで私に。王家声がするぞ。青い女が立っている。しかも傷がなくなってる。くそ、ピンクの方は地理系の能力者だったのか。仕方ない、もう一度あの青い女を。なんだ。さっきまでとは何か違うぞ。ごめんね、王家。最後まで役立たずのお姉ちゃんで。あなたからもらったこの力で、絶対に勝つから。あ、もう一人はお前を助けるために命を落としたのか。とんだ自己犠牲だな。こんな奴を生かすために自らの命を捨てるとはな。おい、今なんつった？お前みたいな奴のために命を捨てるなんてバカな女だなと言ったんだよ。確かに私なんかのために命を捨てたのはバカよ。でもな、それでも私のためにここまで頑張ってくれた妹をバカ呼ばわりされて、黙っていられるわけないだろうが。式台に解放。第二オーラだと。60万。どこにそんな力が。この力はお前がバカにした妹からもらった力だ。ち、俺も全力でやるしかねえな。そう、全然届いてねえ。どうする、相手は氷だ。俺の爆発でなんとか。な、正気か。さっき俺の爆発を食らったばかりじゃないか。キリとなれ。キリ、お前は一体何がしたいんだ。お前を一番苦しい方法で殺す。式不浮遊式の中に一つだけ禁忌とされる術がある。それは生命を必ず絶命させるから。てめえ、まさか。式不浮遊式禁忌、体内老化。なんだこれ、なんで俺が凍ってんだい。喋れない。本来私の氷は外側、つまり表面を凍らせる。だがこの氷は別、体内から凍らせ、完全に意識を止める。あなたの爆発する膜も、外側からは塞げても、内側からは塞げないでしょう。そしてこの技の特徴は体内から凍っていること。つまり破壊すれば、氷もろとも体が砕け散る。砕け散れー。待って、この声。王家、ダメだよ。悪意だけで人を殺したら、その人たちと何も変わらないよ。私のためにせっかちゃんがこんな人のために手を汚してほしくない。私は大丈夫だから、ちゃんと生きてるから、だから。もう、ここまでにしようよ、もう十分だよ。よかった。無事だったんだ。本当によかった。このまま終わると思ってんのか。クソガキが。嘘、さっきの技でも通用しないの。ずっと内側から爆発の熱気を放ってたから少しは溶かせたが、どうも完全には溶けないようだ。まずいわよ、さっき第二解放で霊力を無駄に使ってしまったから力が。爆風ヘルエクスプロージョン。これでくたばりやがれ。しまった、せっかく王家からもらった力が。所詮その場限りの力は実戦だと役に立たねえんだよ。コットみじんになりやがれ。まずい、このままだとせっかちゃんが、私に力があれば、大切な人を守れる力が。そうだ、修行の時お姉ちゃんが言ってた。あなたのはせっかに比べて足りないものがあるわ。それはあるでしょ、戦闘能力もせっかちゃんの方が上だし。そのことじゃないんだよね。どっちかっていうと心の問題かな。心、以前聞いたわ。せっかが式解放の第二解放を使えたらしいわ。大会で私が目の前で脱落した時だって聞いたよ。私はずっと勘違いしてたわ。第二解放は鍛錬を重ねてようやくなれる段階だと思っていたし、お父さんもそう考えてた。でも石化が第二解放を使用できたと聞いてわかったの。第二解放の解放条件は、強い思い、じゃないのかなって。それは執念、極端な感情、みたいな。何事にも揺るがない強い思いこそが第二解放の真の条件じゃないかって。私はそう思ってるの。それじゃあ石化ちゃんの思いって何だったの？多分、強烈な殺意、でしょうね。絶対にこいつだけは殺しても許さない、っていう感情が募った時に発動するわ。以前、私の目の前でできたから間違いないでしょうね。私が目の前で死んじゃったから。でも理由やきっかけはどうあれ、石化は第二解放を習得した。王家もいつか何事にも絶対に揺るがない強い思いを見つけてみなさい。できるかな？こればかりは修行では無理ね。でもいつかあなたもきっとその時が来ると思うわ。その時は強く思いなさい。そして絶対に諦めたらダメよ。わかった。
通りだよ。見届ける。諦める。自分の不甲斐なさを悔やむ。いや、どれも違う。私が今思うこと。それは、絶対に大切な人を守りたい。たとえどんなに危険でも、たとえどんなに無謀でも、絶対に大切な人を、せっかちゃんを守りたい。それが私の思いだ。式第二解放。せっかちゃんは私が守る。どうか、その姿。ちょうどいい。二人まとめて、砕けてれ。しごせんか。俺の最大火力を誇るこの爆発を受けてただで済むと。な。嘘だろ。無傷って。私の第二解放の能力の根本は守る力。そして私の守護天下はその力を具現化した完全防御の盾。あなたの攻撃など1ミリたりとも通しません。なんだよそりゃ、そんなことがあっていいわけないだろ。先に見られる桜の中、鳥の嘘の姿は。桜に愛されし、そして桜を愛す、春の猫。さあ、踊ろう、春の猫と共に、桜の勢いようと美しく舞う。息の前、桜の喜びが全体を桜で覆う。身の前、すべてが桜一色、でもまだ足りない、踊りましょう、世界が桜に染まるまで。3の前、より一層美しくその桜で世界が染まる。4の前、まずい、桜花が最終詠唱も唱え出した、これは逃げないと。ここは桜の染まった桜と猫の世界。5の前、あなたにも桜の世界へ導きましょう。6の前、さあ、時は満ちた。四季、春式完全詠唱が果実式。さて、満開桜。なんだよ、動けないし、あいつらの気配が。しかもまずい、この桜、俺のニトロアーマーをくぐり抜けてきやがる。まるでこの世界の桜は無害だ、って言われているみたいだ。そう、俺たちでいう空気みたいな感じだ。俺のニトロアーマーは無害の物質には素通りする。そう、桜を恐れることはないのです。ああ、そうだな、もうどうでもいいや。今回の勝負、お前たちに勝ちを譲ろう。だが、俺も女に殺されたんじゃ示しがつかない。俺はここで退場させてもらうぜ。しばく。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も楽しんでいってねー。